さあ始まりましたミュージックグローブ、進行を務めますワンラブワンハートの声です。そしてアシスタントを務めますワンラブワンハートのイーチです。よろしくお願いします。この番組では世界でのブレイクを目指すアーティストの活動にフォーカスを当てながら最高のライブパフォーマンスをしていただく番組となってます。这是以世界为目标的艺人们展现出最棒的舞台魅力的一个节目。今日は噛まずに言えましたね。ミュージックグローブ一組目のゲストです。今回は私たちワンラブワンハートです。 We are ONE LOVE ONE HEART。 はい、ワンラブワンハートメンバー19歳最年長の作太郎です。はい、19歳の飯塚るのです。はい、17歳の相原一心です。はい、16歳の矢島優奈です。はい、15歳の九州歩夢です。15歳の藤崎美優です。17歳の笹原春馬です。はい、18歳の佐々木杏里です。はい、17歳の光栄です。はい、18歳のイーチです。よろしくお願いします。はい、というわけで今回僕たちは、番組の進行もしながら自分たちの紹介をしていくという感じになるんですけど、どうです、あのミュージックグローブ見てくれてますか？はい、もちろん。それはそうですよ。じゃあそれに対する印象とかちょっと聞いちゃってもいい感じですか？いや、いつもね、はい、うちのイーチとコウエがさまざまなエビダンの先輩方とかスターダストの先輩方にね、こうやって MC するって最初聞いた時は、はい、いや大丈夫かなと心細くないかなと思って、いけ、でもどうですか、見てる感じすごいシャキッとしてて、すごいね。声さ、いつもさ、こう俺らといる時さ、めっちゃリラックスしてるからさ、あそうだね、こうミュージックグローブに出てる時の声が、あのガチガチなのがめっちゃ伝わってきて最初の方めちゃくちゃ面白かったもん。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでここで僕たちワンラブワンハートの活動をまとめた VTR がございますので、ご覧いただきましょう。どうぞ。ワンラブワンハート1月の25日にファーストアルバムラブワンをリリースさせていただきまして、29日にはサードワンマンライブを渋谷プレジャーにて開催しました。はい、はい、そうですね。この1年でグループ個人それぞれなんかどういうとこが変わったとかある？見た目もみんなめっちゃ1年間で成長したな。大人っぽくなったよねみんな。そうよ。まずさ、うちの九州歩夢、何センチ身長伸びました？でも10
センチ以上は伸びました、はい、人って1年で10センチは伸びる、10センチは伸びました。アムは目に見えてわかるからね。アムくんさ、最初さ、なんかめっちゃ静かな子だったじゃん。そう静かで、はい、お兄ちゃん、お姉ちゃんたちになんかまだどうやって接していいかわかんないみたいなうぶな感じがあったんですよ。でも今はもうほんとムードメーカーみたいな感じでもうワイワイ盛り上がっ、盛り上げちゃってくれて一番変わったなと思う。ありがとうございます。じゃあ、緊張しよるよ今。いや、してますよ。してますよ、それは。あの、かわいい。ありがとうございます。ワンラブワンハートが海外進出に向けて行ってる具体的な活動について話をしたいと思うんですけど、ワンラブワンハートっていうこのグループ名はですね、人種、性別、年齢、価値観などいろいろ違っても何か一つのものを愛するということはみんな同じで通じ合ってるよっていう意味が込められていて、まあ、このワンラブワンハートの中に、まあ、ラブが入っているということで世界中の皆さんに愛されたいなという強い願望がね、はい、ありますね。あります、はい、あります。あと海外展開という点ではあの SNS、まあ、特に TikTok なんですけど、うん、まあ、そこに力を入れていて、まあ、去年の11月と12月は毎日投稿しましたね。しましたね頑張った頑張った。じゃあさ、それを経てさ、なんかこう、じゃあ海外の人とかとなんかちょっと増えたかなみたいな繋がりみたいな。でもフォロワーめっちゃ増えたんじゃない。増えたね。なんか個人のインスタとかも結構増えてる人、確かに確かに、増えたり、しかもあのコメントとかも結構あの英語でコメントしてくれる方とか、確かに確かに、すごいいて、なんか YouTube とかもそうなんですけど、確かにね、ね、そう、すごいなんか海外の方も見てくださってるんだなっていうのはすごい感じます。確かにですね。はい、というわけで、今回僕たちワンラブワンハートは2曲ライブパフォーマンスを披露するんですけど、1曲目ははい、私たちのデビューシングル Now or Never を披露したいと思います。はい、その今回の楽曲 Now or Never でバズらせたいポイントは、じゃあ僕から言っていいですか。お願いします。そうっすね、まず最初にですね、僕的に思うのはですね、はい、フォーメーションなんですよね。お、なるほど。特に僕個人的にやっぱここいいなって思うのが、はい、その頭の、なんていうんですかね、その男女って並んで、はい、頭を背中にくっつけて始まるところがあるんですよ。はいはい、すごい最初から世界観を作り始めてるというか、その曲が流れる前からも世界観を作り始めてるところがやっぱいいかなって、確かに確かに、個人的にはバズらせたいなって思っております。いい、ね、見たことないもんね、はい、他のグループで。そうなんですよ。いや、ないね。確かに確かに。じゃあ、はい、なんか社交ダンスみたいなね振りがありまして、はい、こういう感じの、これをファンの皆さんと一緒にできたらなって思います。ちょっと一人だと恥ずかしいかもしれないんだけど、でもユナたちがいるから大丈夫。確かにちょっとキャッチーというか覚えやすい感じなんで、そうそうそう、ぜひなんか SNS とかでもできたらお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、ということで、そのバズりポイントにも注目しながら僕たちのパフォーマンスをご覧ください。ワンラブワンハートで Now or Never です。さあ、ここからは僕たちワンラブワンハートがこれから世界で活躍するために個人的に、アピールしたいことを発表していきたいと思うんですけど、はい、まずさくちゃんから。はいよ。ドゥルルパコーン、パコーン、甘々な歌声でございます。まあ、歌い出し、例えば Now Never とグロリデイズだったら僕なんですけども、はいはいはい、どう考えても甘いでしょっていうまあこれを武器に僕はアーティスト人生頑張っていこうと思います。なるほど。いいね。頑張りましょう。で、じゃあ次、じゃあ飯塚さん。はい、じゃん。ブレない前髪。これです、これ一番アピールです。あ、ちょっとそれ詳しく聞きたいです。これ、まあ私ちょっと前からこの重めのパッツンっていうのをね、うんうん、貫いてるんですけど、はい、パフォーマンス前はもうバーって固めるやつをつけて、うん、絶対に動かないようにしてるんですよ、はいはい、だからどれだけ激しいダンスを踊っても動きません、前髪が、うんうん、はい、確かに世界に向けてアピールできますね、はい、もうアピールです。私前髪動かない、ここ見てください。ハードルがねでかすぎてかすむのじゃあ維新。はい、じゃん。ピーピーピー。何してんすか。ボイストレーニングするとき先生に歌い出しのワンフレーズで相手の心をつかめる歌を目指すって言われてるじゃないですか。そうですね。それってイコールこうエロさだと思うんですよ。
ほう、まあ解釈は十二と色ですからね、はい、まあ、だから例えばですよ、こう歌声のさっきの甘々な歌声もですけど、はい、それって結局こう何ですか、こう大人っぽさが必要じゃないですか。そうですね、やっぱ僕も個人的にそういうなんかこう歌だけじゃなくて踊りとか表情とか全部含めてこうエロさが必要なんじゃないかなと、はい、じゃあゆなちゃん、でも私が世界にアピールするならこれしかない、はい、ポイントまで3、2、1、じゃん、生クリームならいくらでも食べれること。おお、はい、じゃあ、はい、これ詳しくいいですか。好きです。あのなんかめちゃくちゃ甘党ってことじゃないんですけど、はいはい、小さい頃からあのママとかがケーキ作ったりする余りを、うん、はい、そのまま食べたりとか、あするのがすごく好きで、はいはい、だからいける自信があります。なるほど、これ結構世界でも結構ストロングポイントになりますから。おー、はい、あのケーキとかにつけるんじゃなくて、はい、そのままあ直でもういけちゃうよと。うで、ね、手で手で生クリームだけでってこと。あ、だけでね。あ、なるほどね、一心だけ、一心だけということで、じゃあ次いっちゃおうかな。はい、九州アイム、九州アイムくんいける？ダン、ギャップ。おー、年齢と見た目、はいはいはい、のギャップをちょっと見せたくて、はいはいはい、今だから見せれる、うん、もっと大人になってくにつれてやっぱ老けるし、うん、やっぱ老けるし、そう、中学3年生って言って、え、嘘、中学3年生って言われるのは多分今だけだと思うんで。はい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 、はい、前さ、男子メンバーでサウナ行ったやん、はいはい、行きましたね。その時店員さんに、はいはい、中学生料金のチケットを店員さんに見せたよ。そしたら、あ、すいません、中学生、中学生料金で入れない、入れないですみたいな。あ、そうそう、言われた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 、中学生なんですけどみたいな、ね、うん、そういうことだ、中学生なの、そうそう、そう、それが狙い、俺の狙いやってんだ。それが狙いか、そう、未成年の主張です。はい、ということで、じゃあ同じく、中学校3年生のみゆちゃんに、はい、嫌いな食べ物がないことです。おー、おー、いいね、これ大事よね。確かに大事、だからどの国行っても、たくましく育てられます。生き抜いていけるよっていう、はい、なんかじゃあ逆に好きな食べ物とかあるの。タコとかあと合鴨とか。あ、皆さん渋いんすよとか、ね、確かに海外の料理行ってくれるのかなって勝手に思ってたんですけど。あ、違う、フォーフォーフォー、フォー、あ、ベトナムか。そうそうそう、なんか横ですごい話したそうにムズムズしてる。おそこの春馬、はい、俺が海外に向けて言っちゃっても、まあ、そうですね、自分でも言うのはあれなんですけど、はい、まあね、前振りというか、はい、存在感です。これちょっとね、笑われるかもしれないなって思ったんですけど、はいはい、僕個人的になんか存在感がすごいというか、はい、なんかね、唯一無二なんだろうなって。いや、マジでそれ個人的にはすごく思ってますね。マジでそれ、そうっすね、そうですね、なんかここの前にいる飯塚さんとかは、はい、僕のことを見るだけ笑うし、なんかそういう存在感あれなんですね、僕なんかよく他人からはその摩訶不思議と言われることが多くてですね、はいはいはい、確かにミステリアスやね、そういう面でなんか世界に通じるのかなって。そうだね、言葉が伝わらなくてもてます。カメラに存在感して今、はい、だけどね、なんか恥ずかしくなんないこれ大丈夫。はい、じゃあリーダーが世界に向けてアピールしたいポイント、せーの、ドン。嘘つけ、記憶力です。嘘つけ、なんでですか。嘘つきちゃう一番分かりやすい例っていうかで言ったら、ファンの方の顔とか名前とかはもうすぐ一回聞いて一回見たらすぐ覚えます。へぇ、なんか意識して聞いたり見たりすれば絶対忘れませんっていうのはあります。お、振り覚えが早いんですよね。あ、それは早いわ。確かに記憶力だなって僕的にはすごく思うんで、納得やわ。そういうところはあるかな。そういうことか。はい、じゃあ私はこれです。あー、もうね、やばいんすよ。イーチのおかげで今俺らラブアンとして話せる言語2カ国あるもんね。確かに本当にそうよ。じゃあなんか今ここで中国語でなんか披露とかできないの。待って、本当に言ってるんで振らないでって言ったじゃんそれ。さっきと、さっきと、違う違う違う、なんかさっき振らないでって言ってきたから振ってほしいのかなって思って始まる前に。余計なことしないでよ。でもなんかなんかこうほら言った方が説得力あるやん。すっごい顔。説得力。
ジオキアのことしやがってなーさーもうさちょっとさ、なんかその、うん、分かった、じゃあ間違えても大丈夫いや全然大丈夫、okay。はい、One Love One Heart 是十个人男女混合歌唱舞蹈团体。我们团体目标不止舞蹈，还唱歌、演戏和歌唱以外，多多的我们会加油哦，请大家多多指教。すごい、すごい、頑張りますみたいな言った。加油哦。よし。加油。分かった分かった。なんて言ったの？ワンラブワンハートは、男女混合10人組のグループです。私たちは、歌とダンス以外にも演技や映像などの、いろんなジャンルにチャレンジしていきます。皆さんよろしくお願いしますっていうのを言いたかったんですよ。すげえ。でもボロボロでしたよ。いや言えてるよ絶対。安心して中国進出できますできますありがとう。もっと頑張ります。じゃあ声は俺ラスト。もうここまで食べたんでね。そうやん。声のもう世界進出は俺にとってこれしかない、はい、っていうのは、はい、いきます、はい、3、2、1。てん。自宅に辛ラーメンをたくさん置く。時間返せよ何やねん。おい中国語超えてくるかなと思ったら僕自宅に箱で辛ラーメンがあるんですよ、たくさんストックしてるんですよ。韓国ってやっぱ K-POP とかいろいろエンタメが熱いじゃないですか、はい、なんでやっぱ食生活から、味わってみようということで辛ラーメンをたくさん置かせていただきまして僕辛いのすっごい苦手なんですよ、なんですけどチーズと卵をたくさん入れて、食べてるよっていうことを海外の皆さんに、ね、伝えたかったんですよね。なるほど、はい、ちなみに韓国語の勉強はして？あーもうアニョハセヨーって感じですナヌーン、チョヌーンみたいな。でもなんか最近韓国ブームがあって結構メンバーの中で韓国ドラマを見て、はいはい、そこでちょっとだけ勉強してるかなっていう感じ、はいはい、だからね、みゆちゃんもね、なんか最近勉強してる。そうそうそう、最近超にわかそう、で、さくちゃんもなんかそうですね、なんか韓国料理もハマってるし韓国語も、うん、ガチで韓国語勉強し始めました。おーおー、ほらって感じで、まあ、僕もその波に乗ろうかなってことで家に辛ラーメンたくさん置きましたということで、これからも僕たち世界に向けて頑張っていきたいと思います、はい、続いてのパフォーマンスに行きたいと思います、はい、2曲目は先日発売させていただきましたファーストアルバムラブアンの、リード曲であるグローリーデイズを披露したいと思います。はい、じゃあその2曲目の楽曲グローリーデイズのバズらせたいポイントは何ですか？ 1A1B サビ 2A2B 2サビ、はいはいはい、落ちサビ全部やないかい。ほぼ全部ハモが入っていることが僕たちのこの曲のポイントですね。女子のハモが裏ハモじゃない、上ハモそう、上ハモがたくさん入っていますのでそこに注目してぜひご覧ください。2つ目はダブルミーニングっていうものが入ってるんですよ。実はダブルミーニング、あ、なんか2つの意味が重なってるみたいな、そういう感じなので、2つの言葉に聞こえるってこと、2つの言葉に聞こえるみたいな、そういうのなので聞いてみてほしいです。はい、はいはい、じゃあそんな2つの、僕たちのバズりポイントにも注目しながら、はい、パフォーマンスをご覧ください。ワンラブワンハートでグローリーデイズです。